さあ登場してきました、ロシアの15歳エフゲニア・メドベデワ。昨シーズン世界ジュニア、ジュニアグランプリファイナルを制した15歳、注目のグランプリシリーズデビュー戦の演技が始まります。ロシアの15歳エフゲニア・メドベデワ、映画白夜の調べより。まずはスピンからですね。そうですね、冒頭のエレメンツがスピン、その後にステップ、はい、3つ目の要素からジャンプが始まります。ステップシークエンスもエッジをしっかり丁寧に使いながら、とてもいいターンが踏めていると思います。スピンとステップで観客を引きつけて、この後からジャンプが始まっていきます。片手を当ててトリプルフリップ、トリプルトーループ、これも空中姿勢での工夫が見られますので、加点される要素の一つとなります。こちらも片手は出てダブルです。トリプルループ、こちらもジャンプに余裕がありますね。ジャンプ3連続見事に決めてみせました。柔軟性が素晴らしいです。最後はスピンが2つです。なんとも斬新な構成、見事に演じ切りました15歳。斬新な構成、そして見事なデビュー、どんな得点になるのか。15歳のメドベデワ70点台が出ました。シニアデビュー戦にいきなりのパーソナルベスト 70.92、 恐るべき15歳メドベデワ、この段階でトップに立ちました。